皆様こんにちは。政治アンターテイメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大もとびに放送された芸能人格付けチェック。これぞ真の一流品だ。2020お正月スペシャル朝日放送テレビ制作。 テレビ朝日系が史上初の大太鼓へ平均視聴率21.2%ビデオリサーチ調べ関東地区を記録した。正月特番としては16回目、もはや老舗と言っていい番組だが、年末30日からも、民放ではぶっちぎりの1位となった。もっともゲストに予定していたエリカ様は逮捕58連勝中の額と、46は、 パートナーのゴールデンボンバー、気流印象35の不正解にぶち切れ、一つ間違えばパワハラと言われかねない場面。動画、怪しい仮想通貨を煽った、ガクトの売り工場多局プロデューサーが関心している。16年も続けてきて、まだ数字を上げる。大したものだと思います。出演者が高級品と安物を見分ける問題に挑戦し、正解る。 一流芸能人から、うつす価値なしまで芸能人としてのランク付けを行うという単純明快な内容ですが、和田明子こ、69、などのご意見番や、応報書と言われる、芸能視聴者も参加できる聞き比べ問題や、いくら高級とはいえ牛肉と豚肉の区別もつかず、うつす価値なしとまでレッテルを貼られ、浜ちゃん、浜田正都56には国、 その爽快感がたまらないわけです。制作の朝日放送テレビとしては、自社のオリジナル企画という自信もあるのでしょう。収録前に、ドタバタがあったにせよ、よくぞ乗り切ったと思います前日の通り、ゲストに予定していた、沢尻エリカ33が、11月16日に、麻薬取締法違反で逮捕されたが、番組収録は、翌17日。親友の片瀬奈7。 38とコンビで出演する予定で番組の目玉のはずだった。それが前日の逮捕となり、現場は大慌てだったに違いない。バラエティ番組有名ゲストも多い。年末にかけてはスケジュール調整も難しくなりますからね。どう、他局プロデューサー今年のゲスト。チーム名司会者の和田明子と古立一郎65チーム刑事と検事の桐谷健太。 39と、氷川マナミ、30、チーム芸人の志村健、ケン、69と、お笑いコンビタカーとし、チーム仲良しであるの吉岡里穂、26と、千葉雄大、30、チームのギシッ46の白井姉妹。秋元真夏、十六ホリミオナ、十三斉藤アスカ、十一そして、チーム全問正解のガクとキ流院といった。 顔ぶれだった。ここに、沢尻の代役をはめ込むは大変だったと思います。そこに、番組出演経験もある片瀬里の、62を、片瀬7と組ませて、チーム日本の片瀬とした。お見事でした。しかも、ちゃんと説明までしていましたから、むしろ番組への好感度も上がったと思います。同片瀬が、沢尻の代役を務めることを報じたスポーツ紙の、 記事まで移した上番組のナレーションはスタッフの沢尻への怒り、片瀬への感謝が詰まった、実に正直なものだった。チーム日本の片瀬、実は収録前日に一名、早々と移す勝ちな足になったため、片瀬七様と急遽作られたチーム、無茶ぶりなオファーを心よく引き受けてくれた片瀬里野様、ありがとうございます。さらに MC の浜田正俊氏が、 初共演だという、片瀬に振る。浜田、大丈夫ですかチームワーク的に片瀬、大丈夫。大丈夫。浜田、片瀬さん、大丈夫ですか。チームワーク的言うたら、別に、言うてくださいよ。さらに冒頭でも触れた、学徒の気流院への怒り。番組では最も笑える展開ではあったのだが、そう、バラエティ番組をバラエティとして見てくださる視聴者は、 そうでしょう。ただ、何にでもクレームをつけたがる視聴者というのはいますからね。どうュ流。プロ吹奏楽団、ハーツウィンズと、高校の吹奏楽部との演奏を当てる問題で、不正解。しかもゲストの中で、唯一の不正解だった。スタジオに戻ってきたュウ・ガクトに対して、スライディング土下座で、本当に申し訳ございませんでした。だが、ガクトの怒りは収まらない。 収録休憩中に、キルーィンに対して説教し続けるシーンが映し出されるのだ。ガクト、お前ちょっと、他の問題で間違えるならわかるけど、この問題で間違えるって何ここで間違うミュージシャンだぜ。勘弁してよ。びっくりするわ。あれだぜ。自分は、ソロデビュー20周年だぜ。キルーィンは本当に恐縮している。最終問題も、キルーィンの担当となり、 高級牛肉を当てる問題では、顔色が青ざめていたほどでした。結局、これも外して、ガクトのチームは、初の三流芸能人に、わかる人はわかるはずなんですよ。ガクトはその怒りを、キリュウインではなく、隣にいたキリタニに向けるのです。どうキリュウイン、大変申し訳ございません。ガクト、いや大丈夫。何が悔しいって、お前のことじゃない。 あまりの桐谷の嬉しそうな顔がムカつく。桐谷、だって、三流芸能人のボロボロのスリッパはファッション好きで選んで入るのかなと思って、逆にガクト、煽るね昨年公開されヒットした映画、飛んで、埼玉でコメディを演じてみせた、ガクトだけに、見事なオチ。それがわからない人が多いんですよ。パワハラだとか文句をつけてくるわけです。どうにもかかわらず。 よくぞ放送したものだ。大晦日や正月はやったもん勝ちですからね。いくら抗議をしてこようと、テレビ局は休みで受け付けません。マスコミも2日、3日は箱根駅伝を大きく報じますし。世間も正月休みが終われば忘れてしまうもんです。どうやったもん勝ちで民放トップ、関西系テレビ局の底力か。 週刊新潮ウェブ取材班2020年1月5日